平野翔の魅力は、そのビジュアルにとどまりません。彼がインスタライブで見せた照明のトラブルや、突然トイレに行くといった場面は、普通ならばアイドルが見せたくないと考える瞬間かもしれません。平野翔は、今や日本中で知られる存在であり、その魅力は多くの人々を魅了しています。彼のファンにとって、平野翔は単なるアイドルではなく、日常に寄り添い、励まし、 笑顔を届けてくれる特別な存在です最近彼がインスタライブでファンと直接コミュニケーションを取った際のエピソードは彼の人柄とファンへの深い愛情を象徴していますその中でファンから寄せられた「影さえイケメン」というコメントが広く共感を呼び話題になりましたこれは平野翔が持つ圧倒的なビジュアルだけでなくその内面の魅力が影さえも輝かせるという意味に受け取られています この言葉には彼がどれほどファンにとって大切な存在であるかが込められているように思います。平野翔の魅力はそのビジュアルにとどまりません。彼は多才であり、演技、歌、ダンス、そしてそのユニークなキャラクターで様々な分野で活躍しています。特に注目すべきは彼の自然体な振る舞いです。彼は完璧さを追求する一方で失敗やミスを隠さず、 むしろそれをを笑いいに変える力を持っていますこれが彼を一層魅力的にし、ファンとの距離を縮めているのです。ファンとの交流においても、彼は決して作り笑顔や言葉を使わず、本音で向き合います。最近のインスタライブでも、それが如実に表れていました。彼は、照明に手間取るシーンやトイレに行くためにライブを一時中断するという、普通のアイドルなら避けたがる瞬間さえも、 ユーモアを交えながら楽しんでいました。これにより、彼の人間らしさが際立ち、ファンはさらに彼に親近感を抱くことになりました。平野翔の魅力のもう一つの側面は、彼の仲間や周囲の人々に対する思いやりです。インスタライブ中、彼は自身の休みの日にもかかわらず、メンバーとの電話を通じてファンを楽しませました。これには、神宮寺勇太や岩勇太といった仲間が登場し、 ファンにとって驚きと喜びの瞬間をもたらしました。これらの瞬間は、平野翔がどれほど仲間を大切にしているか、そしてその友情が彼の魅力の一部であることを示しています。また、彼がファンのために時間を割いてライブを行い、質問に答え、さらに他のメンバーと連絡を取る姿勢は、彼のプロ意識とファンへの感謝の気持ちが伝わってきます。彼のインスタライブには、ファンからの質問に答える時間が設けられ、 その中で、影さえイケメンというコメントが寄せられました。これは単なる翔さんの言葉ではなく、平野翔がファンにとってどれほど完璧で、心に響く存在であるかを表しています。彼の影ですら魅力的に感じられるのは、彼の外見だけでなく、内面の豊かさや誠実さがファンに伝わっているからでしょう。彼の影が映る瞬間でさえも、それを見たファンは心を奪われるほどに感動しているのです。 ここで考えたいのは、なぜ平野翔がこれほどまでに多くの人々を魅了し続けるのかということです。アイドルとしての成功は、ビジュアルやパフォーマンスだけではなし得ないものであり、彼の持つ内面的な魅力こそがその鍵となっています。平野翔は、時折見せる無邪気さや、時には深い考えを持つ姿勢で、ファンに対して常に新たな発見を提供しています。彼の言動には、計算されたものではなく、 純粋な気持ちから生まれるものが多く、それがファンの心に深く響くのです。また、彼のパフォーマンスに対する情熱も、彼の魅力を語る上で欠かせません。彼は、どんな小さなステージでも全力を尽くし、ファンに最高のものを届けようと努力しています。このような姿勢が、ファンとの強い絆を築き上げています。そしてその絆は、インスタライブや SNS を通じてますます強固なものとなっており、 彼の言動一つ一つがファンにとっては特別な意味を持つようになっています。平野紫の存在がこれほどまでに人々を引きつける背景には、現代社会におけるリアルへの渇望があるのかもしれません。デジタル化が進む中で、私たちは時として本当の人間性や温かみを見失いがちです。そんな中、平野紫のように偽りなく、自分の言葉で語り、自分の行動で示すアイドルの存在は、 ファンにととっってて貴重でであり、癒ししなっているのでしょう。彼の言葉や行動は、時にファンの心の中で一筋の光となり、励ましや希望を与えているのです。このように、平野翔は単なる、イケメンアイドルという枠を超え、ファンにとっては心の支えとなる存在となっています。彼の影さえも美しく感じられるのは、その存在がファンの心に深く根付いている証拠です。彼が見せる笑顔、ユーモア、 そして仲間やファンに対する真摯な態度は、彼を一層魅力的にし続けています。今後も平野翔がどのようにファンと向き合い、どのような新しい一面を見せてくれるのかが楽しみです。彼の成長とともに、ファンとの絆もますます深まっていくことでしょう。そして、その過程で、影さえイケメンという言葉がますます真実味を帯びてくるのではないでしょうか。彼が光を当てるその瞬間。 影ですらも輝きを放つのです。これこそが、平野翔というアイドルの真髄であり、彼が多くの人々から愛される理由なのです。最後に、平野翔と彼のファンとの関係を考えるとき、私たちは彼が提供するエンターテイメントを超えた何かを感じます。それは、日常の中で彼の存在がもたらす安心感や喜び、そして時には勇気です。彼の影がさえもイケメンと称されるのは、 彼がただそこに存在するだけで、周りを明るくし、そして希望を与えるからです。これからも、彼の歩む道が多くのファンにとっての光となり、その影までもが愛され続けることでしょう。平野紫耀の持つ特別な魅力は、彼が単なる偶像としてではなく、一人の人間としてファンに寄り添っている点にあります。彼の活動を通して感じられるのは、彼自身が楽しんでいることが自然と伝わり、 それがファンに安心感を与えるとということですアイドルとしての彼のキャリアはもちろん、彼のプライベートや自然体での振る舞いにもファンは注目しています。これは、平野翔が演技や音楽だけでなく、その素顔や日常のささいな一瞬までもがファンにとって貴重であることを示しています。平野翔の魅力の一部は、彼が決して完璧な存在を演じようとしないところにあります。例えば、 彼がインスタライブで見せた照明のトラブルや、突然トイレに行くといった場面は、普通ならばアイドルが見せたくないと考える瞬間かもしれません。しかし、彼はそういった瞬間を隠そうとはせず、むしろそれを笑いに変え、ファンとの距離をさらに縮める機会として活用しました。これにより、ファンは彼が完璧を求めるのではなく、ありのままの自分を見せてくれることに対して一層の親しみを感じるようになりました。また 彼の魅力はその物腰の柔らかさや、ファンに対する配慮にも表れています。平野翔はしばしば、自身の活動や私生活における感謝の気持ちを公に表し、それを率直に言葉にすることでファンとの信頼関係を築いています。彼が何気ない場面で見せる優しさや、仲間やスタッフへの感謝の言葉は、彼がどれほど周囲の人々を大切にしているかを示しています。これらの態度は、 彼を取り巻く環境やファンとの関係において、信頼と尊敬を築き上げる重要な要素となっています。さらに、彼のプロ意識もファンにとって非常に魅力的です。平野翔は、どのような仕事にも全力で取り組む姿勢を崩しません。彼のパフォーマンスに対する真摯な態度や、ファンに対する責任感は、彼の人気の一因となっています。インスタライブでも、その場の状況を最大限に楽しみながらも、 ファンに対して真剣に向き合う姿勢が見られました。彼がファンに対して真心を込めて接することができるのは、その背後に彼の強いプロフェッショナリズムがあるからでしょう。また、彼の言葉の選び方やその背後にある思いも、ファンにとって非常に重要なポイントです。彼は言葉を通じてファンに感謝の気持ちを伝えるだけでなく、時には人生のアドバイスや励ましのメッセージを送ることもあります。これにより、 ファンは彼の言葉に力をもらい、日常の中での支えとなるのです。彼の言葉には、単なる飾り気のない真実が込められており、それが多くの人々の心に響いています。平野翔が持つもう一つの強みは、彼の柔軟性と成長する力です。彼は新しい挑戦を恐れず、常に自分を磨き続けています。これが彼のキャリアを支えている大きな要因の一つであり、 ファンは彼がどのように変わっていくのかを楽しみにしています。彼の成長を見ることができるという点でも、ファンにとって彼の存在は特別です。彼がどんな状況にあっても前向きに取り組み、結果を出している姿勢は、ファンにとって大きな励みとなっています。平野翔の活動を振り返ると、そのすべてがファンとの絆を深めるためのものであることがわかります。彼の姿勢は、アイドルとしての成功を超えた、 ファンとの深い関係性を築くためのものであり、彼が影さえイケメンと称される理由の一つでもあります。彼の影さえも美しく感じられるのは、彼が一貫してファンに対して誠実であり続けるからこそ、その存在が特別なものとして感じられるのです。今後も平野翔がどのように進化し、どのような新しい一面を見せてくれるのかは、ファンにとって大きな楽しみとなるでしょう。 彼がこれからもファンとの絆を大切にしつつ、自分自身を磨き続ける姿勢を貫く限り、その魅力はさらに増していくことでしょう。そして、彼の影が輝く瞬間は、今後も多くの人々に愛され、記憶されていくことになるでしょう。平野翔の歩む道は、常に光に満ちており、その光が影すらも輝かせるのです。それこそが、彼が持つ真の魅力であり、 ファンにとっての平野翔という存在の意味なのです。